はい、ましたこんばんは、皆さんこんばんは。本日もですね、週刊ファミ通の編集長がお仕事で来れないということで代打でやってまいりました、はい、週刊ファミ通復元やっております藤野っちです。よろしくお願いします。はい、どうも、ごめんです。お願いします。はい、お願いします。じゃあ来ましたよ。まあね、来ましたね。でなんか時間がすごいないらしいんで、はい、じゃあサクサク行きましょう。もうね、いつもの定番のやつもバンバンバンってします、はい、今日は担当 MC が、ぬっちさんが言ってくれて、はい、はい、サクサク行きます。はい、この番組の説明をしましょう。9月1日から始まりました東海 TV ですが、来年1月末の東海イベントまで150日間毎日平日3番組土日は特番という構成でお送りする、はい、とっても地獄な番組ということでね。いや、毎日ゲームができると思えば、まあ、はい、そういう意味では天国、ハッピーです。はい、まあね、あの働いてるみんな地獄ということです。今日完全に遊びに来た感じですよね。今日はもうそうだね、まあ、なぜかっていうと、まあ、今日ね、あの米国の、10月6日になるんですけども、そちらからサービス開始となるメタルギアオンライン、はい、こちらをやります。やばい、やばい、まだね、対戦ができるということですごいよ。はい、12じゃないか、12、はい、66ですごいですね、これも。はい、はい、ね、まあね、生プレイとしては本当に初公開となるわけなんですけれども、はい、こちらも、がっつりやりたいと思う。だからね、本当いつもよりちょっとね、はい、人数多くて熱気もすごいんですけれども、ね、はい、まあというわけでね、まあコナミさんに視聴者プレゼントもいただいているということなので、こちらの方も楽しみにしていただければと思います。お願いします。はい、じゃあもう早速もうね、はい、もう呼び込んじゃいましょう。いきましょう。はい、じゃあ、本日のゲストです。はい、どうぞ。はい、じゃあ呼んでください。はい、よろしくお願いします。どうも、大石さんだ。はい、はい、じゃあ名前ちょっとずらすよ。はい、ごめんなさい。はい、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 そして、週刊ファミ通からも、このいつもの2人がやってまいりました。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、簡単に、自己紹介の方をお願いできればと思います。じゃあ大石さんからお願いします。はい、コナミの宣伝担当者大石と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあもうね、お馴染みだと思いますけれども、はい、じゃあ三つの平昌平です。はい、お願いします。担当の岡崎武志です。バーバー、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、このメンバープラスということなんですけれども、はい、他にもね、我々のチームとコナミさんのチームといるわけなんですが、はい、まあ、まず簡単にメタルギアオンラインとは何ぞやっていうのを、じゃあ大石さんの方からご説明いただけますでしょうか。はい、メタルギアオンラインなんですけど、はい、メタルギアオンラインはですね、メタルギアソリッド5ファントムペインのゲームシステム世界観をもとにですね、プレイステーション、Xbox One、PC ではですね、8対8の最大16人で、プレイステーション3とですね、Xbox360 では6対6の最大12人でのオンライン対戦が楽しめます。今回いろいろミッションもですね、用意されておりまして、バウンティーハンターというですね、敵プレイヤーを殺害する、もしくはフルトン回収することで敵チームのチケットをですね、1つ減らすことができて、うん、敵チームのチケットをゼロにすると、はい、はい、勝利となります。はい、でですね、今回まあ、メタルギアらしきところから言いまして、まあ、フルトン回収できるんですけど、ルールいいですよね。うん、はい、で敵チームのですね、賞金首ポイントをですね、うまいプレイヤーがどんどん重ねていくんですね。でその彼をフルトン回収することによって、賞金首ポイントの分だけ味方チームのチケットを増加しますので、大逆転が可能になる。なるほど。はい、逆転層もあるし、なんか上手い人にもリスクが伴うし、はい、そうですね、はい、狙われてとかね、ちょっとドキドキする感じで、で他にもですね、クローカンダガーというね、ミッションありまして、潜入チームと防衛チームに分かれて、戦います。で潜入チームは制限時間内にデータディスクを回収して、うん、回避ポイントではプロドを完了させると勝利、はいはいはい、で防衛チームはですね、制限時間いっぱいまでそれを阻止すれば勝利となります。なるほど。で潜入チームはですね、殺傷武器のみなので、で防衛チームは殺傷武器のみ所持できますので、うん、まあ、守って、攻めて、戦っていただいて、はい、再出撃はできないので、一度倒されてしまうと復帰できないという、はい、前回にもありましたけど、ルールになってます。潜入チームがやや不利な感じに、そうですね、ルールになってます。まあ、その代わりやっぱね、これメタルギアっぽいですよね、まさに、はい、はい、表も裏もありますからね。はい、でこの他にもさまざまなミッション用意しています。で続いてステージなんですけど、はい、ファントムペインの世界からですね、オンラインに最適な各種ステージを、楽しむことができます。で次のパワーポイントいただくと、はい、まずはグレイランパートというね、こちらダム周辺施設ということで、川を挟んだ2つのですね、領域とそれらをつなぐ、ダムや橋で構成されたステージです。で、あとブラックサイトでね、こちらグラウンドゼロをクリアされた方は聞こえあると思うんですけど、グラウンドゼロでですね、潜入したあのですね、米軍基地の9年後がですね、ステージの
されて用意されてますので、パスの部屋もあるんですか、はい、で9年後そうなんです9年後なので、パスの部屋もですね、あここ空いてるとかですね、いろいろ空いてる、前回と違うことがいろいろありますので、空いてる、これねやってない人にはもうピンピンピン通れちゃうのみたいな、いろいろですね、あの変わってますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思ってます。他にもですね、アフリカのジャングルの奥地ですとか、アフガニスタンの基地とかですね、港に面したですね製油所などあるので、いろいろ楽しめるところ満載です。はい、わかりました。はい、はい、じゃあもうね、もうすべてを言わずやっちゃおうかなと思うんですけども、はい、その前に、はい、まあ、あの、はい、なんか、ね、今回大石さんが、はい、なんかプレゼントを、ね、はい、持ってきてくれているということで、じゃあ、まあ、ここでお見せしましょうよ。はいはい、まずはね、プレイアーツ会のですね、これは、燃える男。ああ、何がしたんですね。燃えますよ。燃えたみたいな。そしてですね、またプレイアーツ会の、はい、ベノムスネークです。はい、いいな。こちらとですね、まだあるぞ、ネタバレやめてください、ネタバレやめてください、燃える男ですから、燃える男ですからね、燃える男ですよ、ソナインさんじゃないですから、はい、燃える男ですからね、はい、最後、そしてゲームセンターですね、はい、あの取れるですね、このプライズのですね、はいはいはい、サウンドセンサーライトというですね、はい、これ前を通るとあのいつもの音がですね、あの音が鳴ると、はい、はい、この3つを、はいはい、視聴者の方にプレゼントしました、ありがとうございます。はい、でこちらのプレゼントなんですけれども、はい、今回どうやって、皆さんに、お届けするかといいますと、はい、今ですね、もうたくさんねコメント書いてくれておりますけれども、このコメント書いてくれた人の中からもう抽選で、ありがとうございます。コメントしまくればいいじゃん。コメントしまくそう、はい、いいコメントだ、分かりやすいこと言った。そうだよ本当ね、今この なんだってとかね、おおマジでとかね、はい、これ全部、あもうこれ全部もう対象、対象です、対象です、何でもいいんだ、何でもいいんです、どれが当たるか分かんない、分かんない、その代わりそう、あのね、これ3つあるんですけれども、はい、どれが当たるかはもう届いてからのお楽しみということで、ネタバレコメントしたやつに送んねえから、ネタバレはやばいそうだ、それはそれ送んない、ネタバレは対象がはい、何でもいい、はい、もう とにかくね、たくさん書いた方がもうね抽選なんで、はい、もう当たる確率増えるんで、ガン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 コメントいただければと思います。はい、お願いします。はい、当選者の発表はね、あの商品の発送をもって返させていただきますので、はい、もうガンガンコメントよろしくお願いします。はい、はい、じゃあもう早速もう行きましょうかね。はい、対戦行きたいと思います。はい、じゃあまずチームの紹介の方行きましょうか。はい、じゃあまずはチームコナミの皆さん、チームコナミの皆さん、はい、はい、お、うちの生たちです。いや、はい、スーパー生たち。これは今回どういった人選が、これですね、ね、あの本当に毎日毎日ゲームをやってるスタッフですね、今日。じゃあガチだ、ガチだ。お客様と一番セットの近いところのスタッフ、はい。なるほど、わかりました。はい、さあそしてそれ対するは、はい、チームファミツ。はい、こちらの、はい、6人。後ろにいる4人プラス今回ブンブンと、はい、しきちゃんも入るということで、はいはいはい、まず2人がライターの攻略担当の2人です、ね、はい、じゃあ、まだ紹介しないから2人ちょっと、はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。あ、ライターのバーサークです。バーサークです、バレンタインじゃないです。同じくライターのロイヤル菊池です。よろしくお願いします。はい、もう1人の菊池ね、はい、うまい方の菊池とかなんかそんな、やめてやめて、はい、じゃあこのチームファミ2でいきたいと思いますので、じゃあ早速準備お願いします。はい、お願いします。はい、まあとなわけで、はい、対戦これからやるわけなんですけれども、はいはいはい、ステージとかルールとかはまずどうしましょうか。はい、ね、ミッションの方なんですけど、はい、今回、バウンティーハンターですね。バウンティーハンターの方、はい、はい、これですね。で、はい、ステージはグレンランパート、グレイランパート、はい、はい、こちらで、戦っていきます。はい、ここでやりますので、はい、あ、ブンブンそこでね、はい、ここでやります。はい、わかりました。じゃあぼちぼち準備を、そうですね、もう、はい、大丈夫です。はいはい、サクサクと準備しております。楽しみでしょう、これだってね、はいはい、我々もね、ヘッドセット、オリザのやつですね、ねえ、はい、ヘッドセット、この MGO 仕様の、さっきちょうどね、いろいろ確認するためにちょっとプレイしてたのが本当に初みたいな感じですからね。そうですね、はい、はい、お、じゃあ、あ、はい、いきます。あ、ごめんなさい、ゲームに、はい、OK ですね、OK、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、で、これで参加しますよと。はい、今ごめんなさいね、ちょっと準備しております。はい、準備してる間も皆さんちょっとコメントガンガン書いてください。どっちを応援するとかそういうのも書いていただいていいんですよ。リア待機してる間になんかフリーモードみたいな感じで自由に動けるじゃないですか。そうですね、これいいですね、この機能、結構いろいろ自分で部屋に入れてて、ね、なんか練習できたりとか温められるという、はい、温められる、温められる、
ね、こうやって見ながら、あ、こここういう風になってるねとか、そういうの確認しながら、ね、いろんな装備を自分で選べてて、はい、どうしようかな、これ、はい、すごい、翔平に精神攻撃仕掛ける、これ最初はあれですよね、バウンティーですよね、バウンティールールどうしようかな、質問したら、ね、極力、大石さんは今回は、対戦の方入らないので、はい、大石さんがうまいこと拾えたら偵察できます、僕答えられる範囲での質問にはお答えします、ね、はいはい、バランスはいいですね、はい、偵察みたいに、色で言うと潜入みたいに偵察をですね、ちょっとね、はい、潜入できます、赤のソリッドがコナミチームで、リキッド、青、はい、はい、ファミ通チーム頼むよ、おいし、頼むよ、はい、KLT 行こうぜ、コナミチーム頑張れよ、おいちょっとなんかあのおっさん高校野球みたいな感じ、年齢はちょっと高いんですけど、ブンブンパイセン企業対抗、はい、行くぜ、はい、行くぜ、またかな、またかな、来ました、さあ、下がって、さあ、みんな戦いに、はい、行きます、リンク、リンク、リンクで今回ですね、はい、バディというシステムがありまして、はい、バディとなることによってですね、あの自分の友、あ、自分のそのバディとなったキャラクターがどう動いてるか見えますし、はい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 、で、あの今丸見えてもいいんですけど、はい、あれでどん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 友情度が上がっていくとですね、はい、いろんないいことありまして、お、いいこと、あのあれがいっぱいになるとですね、バディのエッジにワープとかできて、ね、できたりするんです、あ、便利じゃないですか、めちゃ便利じゃないですか、はい、それなのでちょっとですね、いろんなルールによってはうまくそれを使ってですね、はいはいはい、うまくこう敵より早く移動するとか、ね、いろいろできます、ね、もう瞬時にもうそこに行けちゃう、行けちゃう、あ、それはいいですね、はい、だからもう本当に好き勝手やるんじゃなくて、ちゃんとそういうのも考えながらやるっていう、はい、来た来た来た、自分の友達がですね、あの結構お尋ね物ポイント高いとですね、はいはい、あのまあ、フルトン返しされる前に移動していって、こうフルトン割って助けるそういうことができますから、はいはいはい、もうね、あの本当みんな気合入りすぎて、ちゃんとね、あの声出ししながらやってるから、我々の声拾えてないかもしれないですけど、まあ頑張りましょう、武器とかなんかあのアイテムの説明とかもちょっと入れていただいてもよろしいですか、そうですね、あの今回まずキャラクターの中にですね、クラスっていうのが存在しまして、はいはい、あの偵察、重装、潜入ですね、3つのクラスを選べる、はい、俺くらいっすか、で、偵察クラスのですね、索敵能力が高くて、うん、遠距離からのサポートが得意なのね、はい、で、体力と移動速度も標準なので、はい、初心者の方には使いやすいクラスなんです、初心者には優しい、はい、で、あと重装クラスっていうのもあるんですけど、はい、重装クラスは体力が高くてですね、やっぱりあの持ってる武器とかですね、結構強力なものがあるんですよね、うん、でもちょっと移動の速度が遅いので、遅い、なるほど、まあ、ね、接近戦苦手な方はですね、はい、こういったものを、選んでいくな、中級者のクラスにはなるほど、ね、これ今の視点はこれブンブンですか、はい、僕ですね、ブンブン視点になってるんですね、はい、あれ当てた方がいいわ、そうですね、あのゲーム中にウォーカーギア乗れますから、これ結構乗ってましたもんね、はい、今ね、でちなみに今チケットが、39対34、つまり今、チームファミ通が、勝っていると、はい、しかも、まあ、まだそんなに、そうですね、はい、で今あのこう敵を索敵してみるとですね、はい、賞金首ポイントが見えますよね、今あのマップの下に黄色く出てる数字ですね、プラス3とか、はい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 、プラス1とかプラス0ですね、はい、出ましたね、あれの高い、敵をですね、はい、眠らせて回収すると、はい、あのアイコンをつけてるものが賞金首みたいな、賞金首今4つがありますね、4は誰だろうな、だけどやられちゃったかな、やべ、あ、ブンブンもやられた、いやー強いな、翔平、翔平翔平も喋ってるよね、大丈夫だよね、ウォーカーギアですね、結構前からの攻撃は強いんですけど、はい、後ろから空きなんですよ、あ、なるほど、だからあのウォーカーギア乗ってる人には後ろから忍び寄って、よし、みんなウォーカーギア来たら後ろからな、対空対空対空で、オセロット誰、ゼクセル、あ、オッケー、オセロット死なないようにね、てか、はい、フルトだけついてフルトだけ気をつけて、対戦、対戦わかりました、オセロットフルトやばいからね、クラスなんですよ、あ、うん、オセロット、はい、潜入、潜入クラスはですね、はい、移動速度が速くて CQC が得意なので、はい、このキャラクターを使って後ろから近づいて眠らせてあげる、今潜入いるのかな、潜入クラス、うん、ちょっとわからないですね、潜入クラスはステルスについてるんだよね、はい、いやー、尋問してーな、これ。でですね、気づいたら本当接戦、超接戦。まだね、あの全然半分もいってないですけども、はい、相当いい勝負ですね。チケット2つですよ、これ。ただね、これも結局さっきの賞金首の、まあ今6っていうのがいるんで、このオセロットが、菊池くんかな？これがフルトンされちゃうと、一気に6ポイント持ってかれると。3人いるじゃないですか、はい、今回、まあ、前回もあったのユニークキャラクター、ユニークキャラクターも気になりますよね、
どんなのは両チームに必ずランダムで2キャラで出てくるんですけど、スネークとですね、オセロット。おうおう、オセロットとはやっぱりゲームやられてる方は分かるんですけど、長弾があるので、あの、タップルデータも打てたりするんですけど、まだいる、まだいる、まだいる。おお、今乗る、今数字は24対25、すげー、接戦のまま。1チケット差あと、時間的に30秒ですか、これ。30秒、あと30秒。これはもうね、ゼロになるっていうよりもワンフルトンとかあります、ワンフルトン。あー、菊池くんが9までいってるね。で、9まで。あ、そうそう。で、さっきの気になったところで、他に何かいます、ユニークキャラ、クワイエットとか出てきたりとか。スネークですね。スネークとオセロットは今回出てきてる。スネーク来てる、スネーク。25でしょ。で、スネークはですね、スネークやった。カバーカバーカバー。ロケットパンチができるんですよ。おー、これが。ロケットパンチで敵を敵しながら。3、2、1。終了。終了。はい、というわけで、僅差ですね。かなり僅差で、24対21で、まずはチームファミ通の勝利となりました。はい、頑張れこのチーム。これはね、けど全く分かんない。だってポイントにしたらね、150ポイント差、はい、まだ裏がありますからね。これはすごいな。フルトンまだ見えてなかったですね。フルトン出なかったな。これこのまま続けてですか。変えますね。1、はい、はい、で敵と味方の場所また入れ替わってるね。入れ替わってる、もう始まってますね、はい、始まった。はい、じゃあ 2回戦目いきます。はい、はい、はい、レッツゴー。ゴー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 。敬礼してですね、はい、あのバディを組めるので、はい、この今回誰をするの。はい、俺ります。今回の視点はこれはコナミさんの方の視点かな。はい、チームコナミの視点になってます。これ左から行くわ。打ってる方、打ってる方、打ってる。結構マーキングしてですね、敵をですね、はい、つけて。あ、ワンダー、ワンダー。あとですね、敵をですね、後ろからシーキングして、はい、あの陣もするとですね、はい、あの味方の場所を全部入ってですね。あー、なるほど、なるほど、一斉に。はい、それはあれですか、陣もされたらもう強制的に行っちゃうんですか。そうです、強制的に味方。さすがにもう、あの、何も言わないとか、そういうのはできない。できない。あ、もうじゃあもう完全にもう拘束されたらもうアウト。右寄ります、右寄ります。やばいですよこれね。でも拘束された後に、はい、ダンボールで自分のそのデコみたいな形で場所をですね、ごまかすこともできるので。なるほど、あ、そういう風にごまかしてっていうのも一応できるわけです。なるほど、なるほど。さあ、そんなわけで今選挙、これ今青と赤が逆になってますか。そうですね、あの必ずあのゲームだと自分の味方は青で敵チームは赤に見えるんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。南側から見ると、はい、赤が、はい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 、今30、え、いくつチケット違うんですよね。チケットもそんな差がないけど、39対35ですね。せっかくだからフルトン見たいな。そうですね、フルトン、フルトン見たいな。フルトン見たいな。フルトン見たいでしょ。フルトン見たいな。見せるから、見せるから、見せるから。あ、じゃあ今上にですね、ファミ通チームの画面の方も出ているようなので、二窓で見ることもできますよと。ステーク、ステーク。じゃあバディから開くわ。さあ、バディから開けるんですよね。回収されないように仲間で集まって、はいはいはい、跳ねられそうになったらフルトンの術を割るというね、はい、でフルトンの風船もあの自分の味方は青で敵が赤なので分かりやすいんで、分かりやすいですね、じゃあ間違ってたら必ず割ろうという。はい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 、キャンセルを狙って。なるほど、スナイパーいる。そうそう、自分によって。いや、固まってた、固まってた、すごい固まってた。いや、あのね、ここ視界席からは両方が見えるんで、これ本当うっかり行っちゃいそうになっちゃうけど、ここは公平に行きましょう、ね、チケットが少しは、ちょっと少ないできましたね。8対8チケット差ですね。はい、C、はい、ああ、そうですね。C 級 C みたいな、C 級 C。見当たらないんですよね。ステルス迷彩の時間がどうなのかな、そんなの。ステルス迷彩の時間は確かに気になりますね。どのぐらいあるんでしょうか。そうですね、あの時間があるので、はい、また充電が切れちまう。はい。はい、まあね、皆さんもあのちょっと見入ってしまうところだと思うんですけど、はい、このここでプレゼントのコメントを稼ぐチャンスとなりますから、みんなが見入ってるところにコメント差し込んで、もうプレゼントは当たりやすくします。そうですね、はい、フルトン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 、尋問、尋問、尋問差し、尋問出たらね。
尋問阻止してフルトンか、はい、そっからのフルトンっていうのもあるぞ。起こして。おい。フルトン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 。で今回ですね、はい、アビリティーというのもありまして、はい、アビリティー、はい、アビリティーを取ることで、うん、キャラクター能力がアップするので、はい、ちょっと武器の効果も変わってくるので、なるほど、自分でいろいろキャラクター設定できますので、はい、ちょっと自分好みのキャラクターに3段階のレベルで用意してるといいです、はい、じゃああと残り時間1分ですよ、あ、1分、いやー盛り上がってまいります。さあただちょっとねチケットの差はついてますね。そうですね、あれ今、34対20ですか？34対20。あ、そう。おっ。まだいるな。お、負けた。頑張れ。はい、やられたな。さあ、残りがもう30秒、30秒。フルトン、フルトン。フルトン見たいな。フルトン。フルトン。いや、みんな必死だからなんかもうダメ、そういうところじゃなくなってこっそりプレイも確かに持ってない。あ、遅しい。あ、遅しい。うまい。フルトン遅しい。うまいな、フルトン遅しい。フルトン阻止されるとちょっと、4、8、4、3、2、終了。あれ、はい、どうした。というわけで、はい、2回戦目はさっきよりむしろ差がついたぐらいですけれども29対14ということでチームファミ通2連勝。いや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 、どういうことですかねこれね。いやでもどういうことでしょうね。まあ前半戦見てもらいたいかと。まあ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 、まあこれまだ前半戦です。まだね他のルールもこれから遊んでいきますので。尋問やばいですよね。尋問全部バレてますね。やばいやばい。けど今のさっきのさ尋問してるとこタックル阻止ってあれ気持ちよかったね。かっこいいよね。でも尋問はでも入ったんで、うん、あれやっちゃった見えたのか。見えた後か。そうそう、ね、すごい楽やっぱ。あとあれだね、やっぱフルトンは熱いね。熱い、あれは熱いわ。もう上がってるとこ打てになるからね。ドキドキ。後半になるとやっぱフルトンするメリットがでかくなりますね。でかくなるでかくなる、はい、後半で大逆転狙えると。はい、まあというわけでね、本当1戦目から盛り上がりましたけれども、うん、一旦 CM 入れつつまた後半戦みたいな感じになるのかな。もう1試合かな。もう1試合でやるんですね、はい、続けて。今回ですね、はい、実は本邦初公開のミッションなんですよ。おで、ミッションがコムコントロール。来たよ、はい、コムコントロール、はい、まだゲームショーでもどこでも見せてないです。これはコメントでもなんか、あのルール新しいのみたいな。新しいの、まさにそのコメント拾ったよ、はい、コムコントロール。これどういったルールですか。これですね、拠点をですね制圧していくミッションなんですけど、はいはいはい、これあの攻め側とまた守り側とありまして、はい、最初にですねもうどちらかの陣地になってます。で攻めていって自分たちの、うん、色に変えていくミッションですので、うんうんうん、その場所がありますのでそこをね占拠してどんどんどん自分たちの、陣地にしていくという。なるほどなるほど、はい、これ始まるときに初めて分かるんですか、自分はどっちだみたいな。そうですね。おお、なるほど、はい、はい、でステージが、ブラックサイド、ね、来ましたね。これは噂の、はい、噂の、はい、地下潜っていただくといろんなところにいろんな変化がありますのでね。はい、はい、じゃあぼちぼち準備の方も始めましょうか。はい、はいはい、ちょっとあれですね、まあ連続でちょっと負けちゃったんでチームコナミさんの方からちょっとあの声だけでいいんですけどもちょっと意気込み聞かせていただいてもよろしいですか。絵も出ます。絵も出ますか。頑張ります。いや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 、ちょっと意気込み弱いな。意気込み弱い。弱いな。すごい、大丈夫ですか。はい、まあただね、逆にあれですよ、チームファミ通はルール知らない状態で始まるので、これはめちゃくちゃ有利だと思いますけどね。はい、じゃあまあ一応始めてまいりましょう。もう始まりますか。始まりましたね。はい、始まってますね。はい。ありがとうございます。防衛所、防衛所。さあ、今混乱が、さあ、防衛なのか、それとも、はい、センター入った、センター入った、センター入った、はい、今ですね、はい、A 地点に今いて、色を変えてるのか、はいはいはい、はい、おあ、いる、はい、オセロットいる、オセロットいる。今これ全て、ファミツーさんチームのところね、はい、あ、ステルスで、あー、呪文来てる、来てる、A 横、B 横任せやった、はい、完璧だ、しかもフルトン、しかもフルトン、フルトン、しかもフルトン来た。完璧だなこれ。綺麗だな。綺麗。はい。どんどんどん上げられてって。はい。はい。いや見本のようなプレーっていうコメントありますけど、ナイスフルトン。どんどんどん上げられてる。ナイスフルトンです。ナイフルでしたね今のはね。最初のディルマでかかったですね。あ
人ね。で今 B って知ってるか。オセロット硬くないですか。オセロットが硬い説。当たんない。当たんない。それ当たんないのはね硬いじゃないな。うまいっていう。冗談ですね。すごい。A 方面行ってる、 A 方面行ってる、 A 方面、 マジか。ネタ装備がいっぱいあるっていうあれですけど、装備的にはなんか今回ですね、はい、イカヘッドというかね、結構イカヘッドリアルなイカがですね、リアルなイカなんですね、頭につけられたりとか、猫ヘッド、猫ヘッド、はいはいはい、リアルな猫が頭につくとそうもリアル方面に行くわけですね、リアル方面、はい、なるほど、はい、で今こうありますね、ベースが、はい、こちらに行ってどん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 自分の陣地を変えて、これ確かに攻めると守るで完全に役割がそれぞれチームごとに決まってるから、今コメントもあったんですけど、確かに守る方がフルトンしやすいっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、守っていく方がやっぱりこうプレーしやすい。そうですね。で、最終的にこれは陣地を取られないようにっていう、一定以上行かなければ勝ちみたいな感じ、ね、勝ちですね、はい、はい、で、まあ攻めてる方はもちろん占領したら勝ちということですね。そうですね、色を全て変え、自陣の色に変えると勝ち、うんうん、C 入るよ。なるほど、 C、はい、で今回ですね、いろんなこうトラップもあるので、はい、こうフルトン、地雷ですとかいろんなものがあるので、はいはいはい、そういったものを仕掛けてですね、こう守るというのができますね、うん、なるほど。今コメントありましたけど、ネタ武器は先ほどみたいにイカだったりとか猫だったりとかいろいろあります。おお、今使いましたね、この瞬間移動。おい、来た、移動した、瞬時に、瞬時に、すげえ、これすげえ、全然動いてねえじゃねえか、来た、近くには目の前から目の前残念よ、なかった。そうそう、ごめんなさい、 猫とイカは武器じゃないですか、頭で、はい、武器ではない。これはシーンですね、はい、BC 間にイカ、あーすごい、すげー、これ強い強い強い、あーもうナイスナイスナイス、町の素性だ。今 65%、 B いるわ、B と C がこの道に取ってて今 A、 だからもう要するに3分の2今取られてるってことですね。そうですね、これ取られたのを取り返すとかそういうのはあるんですか。そうですね、取られたらまた陣地に戻って、はい、そこに陣取ってまた色を変えるっていうのができるわけです。そうですね、ああだったらまだ挽回の余地もある。そうですね、だ今ファミ通チーム的には A を守りながら隙を見て B と C を取り返していくっていうところです。は、残り1分になりますね。さあ残り1分でこの A 地点をコナミチームは取れるのか、それともファミ通チームは守りきって、さらに言うと BC をさらに取り返してというのもできるのか。はい、このままいくとファミ通チームが一応勝ちになるわけですよね。まだ A を残した状態になってる。はい、いやー、ただ今 C がちょっと中立な感じになって、あ、そうです、あ、C 取り返せましたね。あ、B もこれは今のこのチームが取れてない、取れてないですね、取れてない、任せてほったらかした方がいいですね。そうこれはもう残り20秒ですね、20秒で、あ、けどまだ AB、 あ、A もだいぶ、あ、これ行ったかな、あ、行ったか、あー、まだか、まだですね、大丈夫か、6、5、4、4、3、2、1、終了。あー、これ見ちゃうの勝ちなんですね、花火チーム、これはあれですか、やっぱ2つのベース2つ取ったっていうことですね。あー、54%、ギリギリじゃないですか、ギリギリ、はい、やっと勝ったってこと、まあ、裏があるからなるほど、これはね、ナイスバトル、ナイスバトル、面白いわ、面白い。はい、じゃあこれもう一回そのまま続けてですね。はい、これ入れ替わるのかな、入れ替わって、どうかな、ディフェンスで、はい、じゃあ始まりました。あれ、 B 行くわ、防衛、はい、防衛とね、攻めろ、 B 行きます、はい、今すべて今コナミ陣地なの、ギア乗るわ、コナミ陣地、はい、あれ、なんかコナミが制圧の方に出てるけど、これは違うのかな、コナミが攻めるよね、攻めるもんね、はい、あ、攻めだったのか、はい、逆だったのか、はい、なんと逆だったのか、コナミが攻めるですね、圧倒的である、ビ、ね、入った、ビ入った、ビ入った、ギア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 入った、
ね、グランドゼロス懐かしいっていう声もね、そうですけどね。ウォーカーギア強すぎる。ウォーカーギアですね。結構後ろから近づいてるんだけど。おそらく、おそらく B だね。あなた。ウォーカーギア強すぎだけど、ただ後ろは荒空きというところですね。確かにね、実際あの本編でもそうでしたからね。そのままずるって下ろせました。結構捕まっちゃうんで、スペースがあるところで置いてみたいですね、ウォーカーギア。チャーリー、チャーリー、敵ウォーカーギア入った。格納庫にオセロットいるわ、敵の。気をつけて。でも A が捉えてるから、パーセント減ってるよ。チャーリー、チャーリー、チャーリー入ってる。パーセントが B？ A 行きます。B はもう制圧してるのか。そうですね、B を制圧してる。A も。C が C、C、ウォーカーギア、ウォーカーギア、はい、ダウン、倒した。いやこのウォーカーギアは大活躍ですね。入りました。あ、いやどうだ、これももうすぐ壊れちゃうな。ちょっとね、ちょっと煙出てます。そうですね、 A じゃないと B 取られた。誰か B 回れる？ B 結構いる。オセロットとかもう一人。たまみさんが今有利に。それが見るわ、それが見るわ。完全に。一人ゲーム。オッケー、オッケー。ルールって。A ニュートラル。チャーリーと B の間、チャーリーとブラボの間。やばい、B すごい。B すごい。いや、これ本当ね、そう。制圧しても結局ね、取り返されちゃうから本当に油断できないのに、まあ、ずっと守りたい、人数で守るのか、それともみんな思うのね。はい、ね、分散するか。俺の中で B 行きます。格納庫は俺 B 行きます。作戦は本当これ立てないとな。これ練習しがいあるな。時間によっても結構あるじゃないですか。はい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 。ウォーカーギア、ここまで行ったらもう絶対にもうね、バラバラに行かないと間に合わんと。ダウン、B 倒したよ。 B 倒した、B 倒した。燃えたウォーカーギア、とうとう。やばい、オセロット、オセロット、チャーリーの方流れてる。はい、やってたよ。今もすべて、すべて回れてる。はい、回れてる。オッケー、オッケー、オッケー。あと1分54秒。はい、もう2分切ってます。はい、チャーリーが来てる、チャーリーが来てる。おっ、おっ、ブラボとチャーリーの間にいる。あ、なんかすごい。これ B 返せていいよ、他取って。さあ、守ってますね。はい、今守って守って。C だけに。やばいね、やばいね。そうです、でも A、A、B 音ですね。もう。A は行ってる。B 入ります、B 入ります。雨降って見づらい。見づらい。あ、しかもそうだよ、そうだよ、天候もあるのか。天候変化するんですよ。忘れる、大丈夫。はいはいはい、大事です、これ大事。あの、ファントムペンからでもこの天候変化してるんで、砂嵐がやってるとか、はい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 、まあいろいろあるので。いやー、そっかそっか、そこもちゃんと、計算できないところがいろいろあるわけだな、本当に。今はどういう状況ですかね、これ。これは今完全にチームが押されてるのかな。押されてる状況ですか。ファミツーチームがなんとか取り返してるのかな。さあ、そんな中でもプレゼントが当たるのでコメントはガンガンというところ。はい。この、ね、取っていい、取っていい、B 取っていいよ。金属、はい、この臭い4つでもね、暗視ゴーグルはあるのかなと、このコメントもプレゼントの対象になります。さあ、そんなこと言ったらもう20秒になりますね、20秒になりますね。はい、残りもうわずか15秒。これはかなり接戦か。いや、え、いや、違うか。なんか今一気に A、B、C。 あー、さあもう3、2、1、終了。一気に最後、はい、はい、制限時間終了で守りを切れられましたね。今回は圧倒的です、圧倒的ですね。 3%。 あれ、どうしたの、ナイスゲーム。なんすかこれ、あのなんかあの蚊ぐらいしか入ってこれなかったみたいな。そうですね、3%ってどういうことですか。何ですか。相当最初の方はね、どうなるかと思ってましたけども。かなり最後圧倒的な、はい、はい、かなりの差がつきましたけれども、はい、じゃあまあ今回は、まあ1対1ですけども、トータルで考えるとこれもうね、今回が 97% と 3% だったので、はい、まあファミ通チームが圧勝ということでよろしいですかね。はい、面白い。
いいな、これいいな、もう一回やりたいぐらいだけど、ぼちぼち、じゃあ一回ちょっと CM に入らせていただきます。はい、CM どうぞ。はい、